べて痩せるスキャベツのレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げています。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのスキャベツのレシピで痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきます。痩せるポイントです。1つ目、腸内環境が整うからなんですね。もうこれはとっても大切なことなんですよ。あなたがとにかく健康的で綺麗に痩せたいって思っていらっしゃるようであれば、まずはあなたの腸内環境を整えてあげることを大切にしていただきたいなって思うんですよね。そうすればあなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。私もそうです。もう過去この腸内環境をもう汚しに汚しまくってですね、もう朝昼晩お菓子を食べたり寝不足だったりですね、もう暴飲暴食ですよね。もう本当に振り返るとね、まあよくあんなに食べてたなっていうぐらい食べてたんです。でどうなっていたかというと、今よりもプラス10キロ太っていましたし、もう体調も悪い、しょっちゅう病院に行く、そしてこのもう肌がボロッボロで人前にもう出られないぐらい、もう妖怪みたいにですね腫れ上がって、もう湿疹だらけだったんですよね。もう本当にひどい、まあ、経験をしているわけです。そして、まあ、中にはですね、私のクライアントの方も、まあ、体重が増えて自信をなくしてしまって、同窓会とか今まで同級生のこう集まりとかに行ってたのに、もう恥ずかしくて行けない先生とかね、もうね嫌なんですって憂鬱でっておっしゃったりとかですね、またこう習い事をしてたのに、あんなに綺麗な衣装を着て私踊ってたのに、もう今ではその大きな鏡にね映る自分の姿がもうあまりにも嫌で、その習い事をね、ダンスをやめてしまいました先生って、もういろいろねお話伺うことがあるんです。あなたもいかがですか？そんなことないですか？今までできていたことや楽しかったことを我慢したり諦めたりしてませんか？そこでじゃあどうしたら良いのかというのは、私もそうですけれども、あなたの腸内環境が整えばもう絶対にまた元の本来のですね素敵な姿に戻ることができますから、まずはこのスキャベツを、まあ、毎日適量召し上がっていただくと体質が変わりますからね、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。そうすればその腸内環境、まあ、要は腸内細菌のバランスが良くなって、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をねまず増やすことができるんですよね。そしてその善玉菌たちを育てて、いつまでもあなたの腸内で住み続けてこうもらうために必要なことが、まあ、あるわけですよ。それが日頃の食事なわけです。では後から詳しくそのことについてもお話ししていきますね。では次に行きましょう。2番目、脂肪代謝促進です。もう簡単に言うと脂肪を燃やす体になるということですよね。もうどんどん燃やしたいですよね。もうとにかく脂肪って一度つくとなかなか落ちないんですが、このスキャベツを召し上がるとこの脂肪をどんどん代謝してくれて、まあ、要は燃やしてくれて痩せ体質に一直線になるわけなんですよね。そして3番目、デトックスです。これもとっても大事ですよね。まずは痩せたいのであれば、いらないものを捨てる必要があるわけです。そうしないと良いものを取ってもなかなか吸収できないんですよね。もう入る余地がないみたいな感じです、まあ、ゴミ屋敷じゃないですけれども、あなたのお体の中がもうゴミだめになっていればいいものが入らないんですよ。なのでこのスキャベツを取られますと、まずはその溜め込んでしまったいらない老廃物であったり脂肪であったり、そういったものを全部出してあげるからこそいいものが入るわけですよね。そのためにこのスキャベツが大活躍してくれますよってことです。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、じゃあ一体今までお伝えしました痩せるポイントをクリアした食べ物レシピはどんなものを取ればいいんでしょうかということで、その材料をお伝えしていきますね。まず1つ目はキャベツです。水溶性と不溶性といって、要は水に溶けやすくて便を柔らかくしてくれる、まあ、ものの食物繊維と、この不溶性
まあ、便のかさ増しをしてくれるその繊維質のもの、両方同時に摂るのが一番お腹をすっきりさせるために必要ですし、腸内細菌のその痩せ菌たちのまあ大好物なんですよね。それが同時になんと摂れてしまうのがキャベツになります。でしかも低脂肪ですし、抗酸化作用もありますから、まあ、私たち女性にとっては、まあ、アンチエイジングですよね、若返り効果も期待できますから、ぜひキャベツを、まあ、毎日摂っていただくといいなと思います。では2つ目の材料です。リンゴ酢ですね。リンゴ酢をまず選ぶ時のポイントになりますけれども、例えばこういったものになります。どんなものかと言いますと、この原材料名をチェックしてください。そこにたった一つだけ書いてあるもの、何と書いてあるかというと、リンゴ果汁のみです。 できれば有機栽培だったり国産だったりっていう、そういったリンゴ果汁を使ったリンゴ酢が一番ベストですよね。まあ、ジャスマークがついていたり、なぜかというと、市販に売られていますリンゴ酢、まあ、たくさん種類あります。ほとんど添加物、余計なものが入ってますから、そういったものを摂ってしまうと逆効果ですよ、ダイエットの。なぜかというと、添加物を摂ることで腸が疲れてしまう、結果太ってしまいますから、気をつけていきましょうね。でこのリンゴ酢が持つ痩せ効果なんですけれども、酢酸の働きによってあなたの腸がもとっても元気に動いてくれます。そしてもう一つ、血糖値の急上昇を抑えてくれますから、どんないいことが待ってるかと言いますと、あなたの体内で脂肪を溜め込むのをこう抑えてくれる効果があるんですよね。またカリウムが豊富です。これはむくみがひどい方なんかは、特にこのカリウムを取っていただくとむくみ改善になります。なぜかというと、そのデトックス効果が高い、まあ、代謝が良くなってですね、特にむくみというのは水分代謝が悪くなっていらっしゃる証拠ですから、水分代謝を司っている臓器っていうのはやっぱりこの腸になるんですよね。ですからむくんでらっしゃる方っていうのは、まあ、いろんなこう日々の、まあ、座り姿勢が続くとか立ちっぱなしとかってもちろんありますけれども、まあ、そもそもその腸が疲れてしまってちゃんと動いてないっていう方は、その水分代謝がうまくいってないからむくんでしまうわけですから、このリンゴ酢を摂ることでそういったむくみ改善ができます。そうするとやっぱり見た目もシュッとねなりますから嬉しいですよね。では次です。あなたの内臓脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があります。もうどんどん燃やしてほしいですよね。またそのことで基礎代謝が上がって、結果脂肪がつきにくくなる体質へと変わることができますよね。でまた嬉しいのは、この満腹感を得ることができる、まあ、結果あなたの暴走するその食欲をですよ、抑えてくれることができるんですよ。あなたもいかがですか。まあ、過去の私もそうだったんですけれど もう今ご飯を食べたばっかりなのに、もうおやつが食べたいとかねなるんですよね。でまた食べちゃうんですよ。もうちょこちょこ口に運ぶと一番太ります。間食って一番太るんですよね。ですからそういった暴走する食欲を抑えてくれる効果があるのがこのリンゴ酢になります。でまたお酢ってね、いろいろ種類ありますけれども、私はリンゴ酢をおすすめしています。なぜかというと、フルーティーでまろやかで酸味がそんなに強くなくって、他のお酢と比べて続けやすいんですよね。やはりこう我慢して飲んだり食べたりって良くないですよね。やっぱり美味しく食べながら痩せるのが一番と思いませんか。はい、そして最後2つ材料一気にお伝えしていきますね。塩を使います。でこの塩ってとっても痩せ効果あるんですよ。ただし本物の塩の場合ですよ。精製された後のビタミンやミネラル、マグネシウムなどなど、そういったものをもう全部削ぎ落としてしまった後のお塩はもちろん体に罰ですが、そうではなくて、良いお塩っていうのはもうとにかくあなたの体内で必要なビタミン、ミネラルが取れますから、結果それが材料になってホルモンを作ることができて痩せることができるわけですよ。ですから適量は大事。そしてあなたの体温を 36.5 度保つ効果がある、まあ、結果脂肪を燃やすくする、代謝が良くなるわけですよね、まあ、新陳代謝が上がりますよっていうこと。そしてただし、まあ、1日の摂取量なんですけれども、まあ、どんなにいいものもね、食べ過ぎ、取り過ぎ、飲み過ぎはもうダメですよね。ですからだいたい5から10グラム程度までに抑えていただければと思います。そして今回蜂蜜も使うレシピです。でこの蜂蜜もですね、
選ぶポイントがあります。もう必ず天然の 100% の無添加のものを選んでくださいね。いろんな人工甘味料とかお砂糖とかが入っていないものを選びましょう。ここがポイント。蜂蜜は実はお塩と一緒でビタミン、ミネラルがとっても豊富なんですよ。そしてアミノ酸もあって脂肪燃焼効果がアップ、またビフィズス菌とかですね、そのオリゴ糖も含まれていますから、腸内細菌、まあ、善玉菌の餌となるものになるんですよ。そしてポリフェノールも入ってますから、結構ね、脂肪燃焼効果がこれね上がるんです。しかも活性酸素除去効果もあるので、まあ、体のサビ取りですよね、綺麗にピッカピカにしてもらえる効果もありますから、ぜひ蜂蜜も適量使っていただければと思います。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、お待たせいたしました。ここから美味しいレシピと材料をお伝えしていきますね。まずベースの酢キャベツ、ビネガーですね、作り方です。キャベツ1/4、純リンゴ酢 100ml、 天然の塩小さじ1/2だけです。たった3つでできちゃうんですね。もうキャベツは千切りにしていただいて、お塩で揉んだ後リンゴ酢を入れたら保存袋で揉んで、あとは熱湯消毒、煮沸消毒した、できればビート容器に詰めていただきますと、大体冷蔵庫で 1,2 週間持ちます。そこで今回私がアレンジしたのは、このベースのね、スキャベツもとっても美味しいんですよ。以前、別動画でも実はもっと詳しくお伝えしますから、必要な方はこの動画を見終わった後、そちらも見ていただきたいなと思います。作り方実演交えて分かりやすくお伝えしていますから、ぜひご参考にしてくださいね。で、私かなりですね、去年このスキャベツ、ビネガーキャベツをお伝えしていましたところ、もうすごくね、クライアントの方も、このチャンネルをご覧の方も気に入ってくださって、もうたくさんコメントいただいたんですけども、もう本当嬉しかったのが、先生これスキャベツいいって痩せますよねって、もう食べやすくて美味しいしっておっしゃってる方が、ある日その夏休みにご家族でそのキャンプに行くことになったんですよね。そうしますと、こういつも通りお料理がやっぱりできないわけですよ、アウトドアですからね。でその方どうしたかっていうと、先生ってタッパに詰めて私持っていきましたよってね、おっしゃってくださって、もうご主人なんか、お前キャンプ場にまで持っていくんかそれみたいなね、言われたんですけど、持っていくよって言ってね、もうそんなこうやり取りをね、聞かせていただいて、もすごく微笑ましいなって思いましたし、もうなんてね、もうコツコツ取り組んでくださってるんだろうって、すごく嬉しかった思い出があるんです。でもスキャベツってやっぱりね、取り組みやすいんですよね。もう簡単ですし、もう長期保存も効きますし、もうお酢ですからね、やっぱ疲れも取れますし痩せますし、もういいこといっぱいですよ。そして私はですね、その毎日毎日朝スキャベツほんと食べてるんですよ、よくも飽きないなっていうのは食べてるんですけど、飽きますよ飽きるので、私は毎回このチャンネルを通じてアレンジレシピを私も実践しているのをあなたにもシェアして差し上げたいと思ってご準備してるんですよね。で今回私がアレンジして作ったのはですね、ピリ辛スキャベツになります。でこれからもいかがですか、今日もね、私大分県の別府温泉、もう日本一の湯量を誇る、別府八湯といって8種類のですね温泉がある、温泉地、観光地がね、住まいなわけですよ。ありがたいですよね。もう毎日観光客みたいな気分で暮らしてるんですけれども、暑いんですよ今日別府。すごくやっぱ暑くなってて、まだ春なのに、もうほんと外が25、6度だったから、先ほど言ったらすごく暑くなって、もう汗ばむぐらい暑いんですよ。で暑くなるとちょっとこう辛いもの食べたくなりませんか、こうピリッとしたような。なので、今からですね、春が過ぎ、梅雨を越えて夏が来るわけですよ。なのでその暑い時期にもおすすめのちょっとこうピリ辛のものを召し上がっていただきたいなと思って、今回準備したのがピリ辛スキャベツになります。で材料はベースがスキャベツなので被るんですけれども、ここまで同じですよね。3つ、キャベツ1/4、リンゴ酢、天然の塩までは同じなんです。ただここから違うのが、蜂蜜大さじ1、ローリエの葉っぱ1枚、鷹の爪1本、ご準備していただきたいなと思います。でローリエはもう普段もうこういったよくありますよね。別にどこのっていうのもないと思うんですけども、とにかく余計な添加物がない、いい香りしますね、こういったローリエの葉ってありますよね。月桂樹の
葉ですよね。これを、まあ、ポトンと先ほどのその保存の容器に入れていただいて、であと鷹の爪もこういったあのおすすめは国産です。こちらもね、原材料国産の鷹の爪唐辛子ということで書いてあるんですけども、こちら私購入した鷹の爪なんですが、これも、まあ、大体大きさもねそんなに変わらないと思うんです、まあ、太い細いはあるかもしれません。今ちょっと見たら太いのもあったんですけど、こういったの、まあ、辛いのがお好きな方は2本ぐらい入れてもいいかもしれませんが、私はそんなに、ね、辛すぎるの苦手なので1本ポトンと入れています。でこの鷹の爪入れてもぐしゃぐしゃ揉んでしまうとね、あまりにもこうボロボロになって辛すぎるから、まあ、辛いのがお好きな方はいいと思うんですけども、私はもうこういったビネガーキャベツ、酢キャベツをよく揉んで出来上がった後にこの蜂蜜ローリエ鷹の爪、まあ、蜂蜜はこのリンゴ酢とこうよく溶いてちょっとレンチンするとね溶けやすくなりますからするんですけども、そういったの後入れではローリエと鷹の爪を入れて保存容器でそのしっかり混ぜてですね、浸かるようにできれば真ん中とかにこれを挟んでいただいてすると味も染み込みやすくなりますし、まあ、召し上がるたんびにそのよくかき混ぜていただくといいと思うんですよ。香りが行き渡ったり辛みが行き渡ったりしますから、もうぜひ作ってみてください。これねちょっとほんのりピリッカでめちゃくちゃ美味しいんですよね。で、まあ、食も進みます。で大体目安はこのスケベツは、まあ、小鉢一皿程度、まあ、100g 程度を召し上がっていただければと思います。で私は朝食べるのが好きですか、食べてますけど、特にね朝昼晩いつ食べても良いですよ。ただ食欲をやっぱり抑える効果があるので、一日その次の食事まで抑えたいなっていう方は、完食したくないなっていうその時間帯の前に召し上がっても良いと思いますよ。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せるスキャベツのベースのレシピにさらにアレンジレシピすることで痩せ効果をアップしてあげることもできますし、またさらにね美味しいなって思っていただければと思ってご準備いたしました。ぜひあなたもチャレンジしてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。